さて、どこへ行くか。状況はどうだ。次に親父さんたちが戻れば配置がほぼ終わる。これが組の編成表だ。後で目を通しておいてくれ。ただ先の戦いで損傷した箇所、特に正門の修復に時間がかかりそうだ。そうか。すまない、俺が不覚を取りさえしなければ。過ぎたことだ。そう自分を責めるな。兄じゃ。しかしここまで風通しがいいのはさすがにまずいか。早ければ2日後には敵が来る。ここの修復は最優先で終わらせないとな。分かった。お父さん。おっと、皆さんへのお弁当配り終わりました。ああ、ありがとう。はい。お父さん、アルルも一緒に配った。そうか、ありがとな。さて、エルル、それにアルル。はい。ん？もうすぐここは戦場となる。二人はもう戻った方がいい。分かってくれるな。嫌です。そうか、分かって。は？嫌です。だからここは危なくなるから。嫌です。アルルは戻るだろう。アルル、いい子だからな。お父さんと一緒。困ったな。いいんじゃないか。そばにいたいって言うなら好きにさせてやったら。オボロ、無責任なことを言うな。お前だってユズハを連れてきたりはしないだろう。それと同じだ。ああ、ユズハなら連れてきた。よかったら後で声を聞かせてやってくれ。あいつも喜ぶ。な、ちょっと待て。連れてきたって？なんだってこんな場所に。あいつはアニジャに委ねたんだ。アニジャのそばへ置いておくのは当然だろ。お前な、委ねたって。第一、そのアニジャってのはなんだ。命を救われ、すべてを委ねるんだ。アニと呼ぶのは当然だろう。それに、あいつが一緒に行きたいって言ったんだな。初めてなんだ。あいつがわがままを言ったのは。初めは俺もダメだと言った。だが、いつもはおとなしく言うことを聞くユズハが、今回ばかりは引き下がらなかった。ユズハが自分の気持ちを口にしたんだ。今まで自分の気持ちを口にしたことがなかったユズハが俺の手から羽ばたこうとしている。だったら俺はあいつの好きにさせてやりたい。もし足手まといになるようなら捨てても構わない。それはあいつも覚悟の上だ。だからあいつの好きにさせてやってくれ。私だって初めてわがまま言うんですから。は？初めてなの？それに、私たちが帰ったらご飯が美味しくなくなって、洗濯物が汚れて辺りが臭くなっちゃいます。そりゃいい。困ったな、兄者。飯がまずいと士気が下がるぜ。あのな、参ったな。兄者の負けだな。
うん、やれやれ、仕方ないな。それじゃあ。ああ、自分の負けだ。好きにすればいい。はい、好きにします。ただし、いざとなったらすぐに逃げるんだ。それだけは約束してくれ。はい。うん。ドスクルさんになんて詫びればいいんだ。こんなに人が多いと洗濯物を干すのだけでも大変。それにしてもいいお天気。今日は絶好の洗濯日和になりそう。お空がこんなに青くて、風も気持ちよくて、なんだか戦をしてるなんて嘘みたい。ダメダメ、落ち込んでちゃダメったら。頑張らなくっちゃ。お姉ちゃん、これで終わり。うん、ありがとう。それじゃあ、これ干すからそっちの方を持ってね。うん。敵じゃん。何？敵落車雷数8、こちらに向かってきます。バカな、まだ早すぎる。ヘリエライ、奴らの足を止めろ。絶対に中へ入れるな。ダメです、早すぎます。二人は奥へ下がるんだ。何してる？下がれ。兄者。よっしゃあ。しまった。お覚悟。やられる。アリじゃ。だってどけ。ああ。その程度でうちの大将に挑もうってのか。10年早い。おら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 。どうした？足が笑ってるぜ。あ、ある。エル、やめろ。二人とも下がれ。どきなさい。無益な殺生は好みません。ディリアー。危機一髪ってとこだな。助けに来たぜ、あんちゃん。おやっさん。
総員撤退します。了解。そらよっと。待て、逃げる気か。追うな。なぜだ。あの速さでは追いつけん。しかし、頭を冷やせ。奴らかなりの手だれだ。当然二手三手先を読んで行動する。そんな血の昇った頭で奴らを追えば策にはまり返り討ちに遭うのが関の山だ。この先どうせ奴らとは嫌が王でも交えることになる。その時まで待て。わかった。ならば約束してくれ。あの男の首は俺に譲ると。あの男は、あの男だけは俺の獲物だ。いいだろう。いつまた敵襲があるかわからん。修復を急げ。まさかこうも早く襲撃があるとは。おやすさんたちがもう少し遅かったらすでに決着はついていた。この先あんな手だれを相手にしなければならないのか。それは相当。エルル、アルル、逃げろと言ったはずだ。なのになぜあんな真似をした。あんな真似をしてそれで自分が喜ぶとでも思っているのか。あんちゃん、あまり叱らないでやんなって。そうさね、女にはここ一番って時があるんだよ。言いたいことはわかります。しかし二人にもしものことがあったら、私を信じて二人を託したトスクルさんになんて詫びればいいんですか。ごめんなさい。まったく。仕方のない娘たちめ、また二人に助けられたな。白オロさん、ちょっとだけ苦しいです。だが、やっぱり悪い子にはお仕置きが必要だ。あいつら追ってきませんぜ。せっかく仕掛けた罠が無駄になっちまいましたか。ここまでとは。は？どうやらこの戦苦戦するかもしれません。まさか。確かに物の譜としてはそこそこの腕でしたがね。いえ、彼ではありません。もう一人。おそらく彼が王者でしょう。もう一人って大将がやり合った。まさかあっちが親玉だったんですかい。あちゃー、間違えちまいやしたぜ。わかりませんでしたか、あの彼らの動きを。あれば烏合の衆などではない。戦に心得のある者のそれです。今のもし彼らが少しでも離れしていたとしたら、結果はどうなっていた。まさか。いずれにせよこのまま終わることはないでしょう。戻り体勢を立て直します。せっ。さてどこへ行くか。お出かけですか。ああ、ちょっとそこまでユズハの様子を見にな。あの子の。そうだ、よかったらエルルも一緒に来ないか。え、
く。アルル。エルルは行かないのか。あ、いいえ、その、行きます、行きます。何を慌ててるんだ。あの子は。はい。ユズハは幼い頃からずっと寝たきりで、友達と呼べる者がいなかった。だからというわけじゃないが、二人ともちょうど同じ年頃だ。仲良くしてあげてくれないか。うん。はい。ありがとう。あの子は幸せになるべきだ。誰よりも幸せに。あの子にはその権利がある。あの、うん、あ、いえ、何でも。白オロ様、気分はどうだ。よく眠れたか。はい。どれ？うん。うん。熱はないようだな。うん？なんだか、お兄様みたい。そうか。いかんな。おぼろにあんな偉そうなことを言っておきながら。でも、白オロ様の手。お兄様より大きくて、いい気持ち。そうか。あの、後ろの方たちは。そうだった。紹介しよう、この子たちが。エルル？どうした、ほうけたりして。そんなことないです。そんなこと。はじめまして、ユズハです。はじめまして。私、エルルです。この子は妹のアルル。トゥスクル様と同じ香り。え？いろんな草と暖かな香り。トゥスクル様と同じ香り。おばあちゃんと。よろしくね、ユズハちゃん。これからはおばあちゃんに代わって私がユズハちゃんを見ますから。はい、よろしくお願いします。ほら、アルルも。あ、アルルったら勝手に食べちゃダメってば。本当でした。え？白オロ様がエルル様とアルル様のこと、いっぱいお話ししてくれました。エルル様のこと、とても可愛くて、温かで、そんな、愉快な子って。ゆか！この間の、体を洗っている途中、裸でアルルー様と家中を追いかけっこしてたお話。その話はとっても楽しそう。いかん。何やら雲行きが怪しくなってきた。すぐに戦略的撤退を。どこへ行くんですか？
いや、ここは若いもんに任せて、年寄りは退散しようかと。それではユズは、私は行くから。はい。お父さん、お父さん。ん？アルルーにも。ああ、甘えん坊だな、アルルーは。ほら。エルルもほら、さてどこへ行くか。妙だな、蔵の計算が合わない。消費量がこうだから兵糧の残りは、やはり計算した値より大幅に減っている。どうなってるんだ。お茶が入りました。ああ、ありがとう。そこに置いといてくれ。はい。さっきから首をかしげてばかりですけど、どうしたんですか？ん？いや、どうも蔵の計算が合わないんだ。何度やっても計算に間違いはないし、ちょっと様子を見てくるか。うん、私も行きます。さて、ん？アルル、こんなところで何をしてるんだ？なんだ？そわそわして落ち着きのない。アルル？ん？なんだこの音？奥の方から何か聞こえる。ダメ。ダメって。アルル、薄暗くてよくわからないが、アルルの後ろで何か巨大な塊がもぞもぞと動いてるような。ねえアルル、その後ろの何？ここにムックルがいるの？ムックル？ムックルってあのムティカバの赤ちゃんの？まさかこれがあのムティカバの赤ん坊？いつの間にこんな。ちょっと待て、何を食ってる？まさか蔵の減りが早いのは。アルル、アルル、ご飯食べさせてたの。ムックル、お腹すいた。今の糸が切れたような音。あなたって子は、なんてことするの！
エルル。ダメ。アルルも食べ物がどんなに大切か、アルルだってよくわかってるでしょ。なのにどうしてこんな勝手なことするの。だってじゃないの。勉強の女ってやつはどうも土地食うたびに肝っ玉が太くなってな。まあそのくらいでいいんじゃないか。十分反省してるだろう。でも そのくらいでいいじゃないかと思うのですよ。ハクオロさんはアルルを甘やかしすぎです。私だって好きで怒ってるんじゃないのに。いや、そう言われてもですね。なんでこんなことに。兄者、他のところに助力を求めるのはわかるが、何も兄者自ら動かなくてもいいんじゃないか。こんなことは俺か親父さんが行くか、なんなら各村尾さんに招集をかけたっていい。プースクル様の後継者である兄者の呼びかけとなれば誰も無視できないはずだ。いや、戦乱に巻き込もうというんだ。こちらから赴くのがせめてもの礼儀だ。兄者らしいな。エルル、さっきから何をもぞもぞしてるんだ。え、どうかしたのか。いえ、別に。小便か。ここで待ってっから、その辺りで済ませてきたらどうだ。違います。ね、んじゃ、でかい方か。もう、どうしてそうなるんですか。もう、妙にそわそわしてっか、てっきり。なあ。違うって、親父さん。きっと長い時間、オプタルに乗ってたせいで、またや尾の根元が痛くなったんだろう。こいつは慣れてないと、結構辛いからな。俺もガキの頃には経験した。そんなこと。なるほどな。そう、もう二人で変なこと言わないでください。何をムキになってる。別に恥ずかしがることでもないだろう。恥ずかしいんですってば。痛いのか。だからそのなあ、確かに貴重なウォプタルを乗り物として使うなんてのは滅多にねえからな。だから俺も得意とは言えんな。疲れはしないが小回りが効かんし、あまり無理すると地になったりするみたいだしな。それではこの辺りで一休みにしようか。
。本当に違いますから。いや、まあ朝からずっとだし疲れてろ。なにアルル。若様。おう。そら、兄者。ああ。ふう。で、おやっさん、目的地までは？そうだな。あと少ししたらこの森を抜けて、そこからもうちょっと行ったところかい。あと少しか。お父さん、お父さん。どうした？あれ、なんか変。あれ？変って何が？ん？なんだ、あの煙。ありゃ、この先の集落のあたりからだな。あんな黙々と。何燃やしてんだ？兄ちゃん、確かに何か変じゃないか。言われてみれば煙の勢いが強すぎる。まさか。せいや！おい、あんちゃん！これは。何だってんだ、こりゃ。一体何が。あれは。貴様ら！待て。止めるな、アリジャ！こいつら。待てと言ったぞ。あなたが。オサですか。私の名はベナウィ。これ以上の戦を続ければ犠牲者を増やすだけです。武器を捨ておとなしく投降してください。ふざけるな。その犠牲者を出したのが貴様らだろうが。ですがあなた方が反乱などを起こさねばこんなことにならなかったのも事実。今ならまだ間に合います。私の命に代えてもあなた方の安全を約束しましょう。どうか武器を捨ててもらえませんか。その前に一つ聞きたい。これをやったのはお前たちか。おい、ちょっと待てや。大将だとしたらどうだというのです。そうか、残念だ。そうですね。本当に
残念です。大将、何言ってんすか。エルル、アルルを下がらせるんだ。
ては不利だ。このままでは。父さんの敵、許さない。まさか、ムティカパ。おい、それは反則だぜ。お前は俺が倒す。あなた程度の腕でですか。甘いです。甘いかどうか確かめてみろ。
どけ、デクノボ。なんだと、鳥柄が。なに。もう一度言います、降伏する気はありませんか。すまないが、そういうわけにもいかないでしょうね。クロ、すみませんが、あとは任せましたよ。勝負あったな。そのようですね。あいつら。貴様、逃げる気か。はい。今日のところはこれで失礼します。ですがその前に一つ、いえ、二つだけ聞かせてください。あなたは自分のしていることが正しいと信じていますか？当たり前だ！義は俺たちにある！兄者？も
しディネボクシリというものがあるのなら、私はそこに落ちるだろうな。それが答えですか。もう一つは、あなたの名を。白オロ。その名覚えておきましょう。ではいずれまた戦場で。せっ。じゃあな、ちゃんと飯食えよ。よくも、よくもこんな真似を。だが、本当にこれは奴らがやったことなのか。どういうことで。うまく言えないが、奴らがやったにしては様子がおかしくなかったか。それに先ほどの戦い、手加減されていた。手加減されていた。そうだ。他の奴らはともかく、あのベナウィという男、本気であればあんなものではない。だったらなぜあんな嘘を。わからん。何にせよ、これで戦局が大きく変わる。戦局が変わる。このことで関係ないと強姦を決め込んでいた連中も向こうから合流してくることになる。明日は我が身なのだから。これで私たちに勝機が見えてきた。あんちゃん、人の命を駒のように操り、この惨事ですら駆け引きの道具にする。おぼろ、こんなことを考えている男が正しいと胸を張れるか。兄ちゃん、あの男の言った通り、反乱など起こさなければこんなことにはならなかった。そしてアルルーも戦に巻き込んでしまった。何を言ってる。兄者がそんなことで、兄者を信じてついてくる奴らに示しがつくとでも思っているのか。たとえ嘘でも、兄者は、兄者は。分かっている。こんな愚痴はこれで最後だ。だからこそ最後に聞いてほしかった。白オロさん。お父さん、帰ろう。あ、うん、肩車。ん？おっと。こら、アルル。よっ、こら、お前まで乗っかるな。兄者が正しいとか正しくないとかはどうだっていい。俺は兄者についていく。どこまでもだ。そうだな。はい。そういうこっただろ、エルル。はい。すまない。さあ帰ろうぜ。みんなが待ってる。